千葉テレでナイツネズッチ謎かけ真剣勝負っていう特番のロケをこの間やってきましてね、ありがたいことにもう4回目ですよ、この特番も。で、朝集合時間が早くて木更津駅に7時半って言われたんですよ。でもう無理じゃないですか。で、だから演者は全員前乗りしたんですよ。で、僕と土屋くんがビール頼んで、うちの社長飲めないからね、あのジンジャーエールですよ。で、乾杯して、ネズッチさん、ちょっと色紙にサインだけ書いてくれませんかって言われて、あの僕よりもこっちのサインもらった方がいいっすよって言ったら、その店員さんがはって顔してるんですよ。いや、ナイツの土屋くんっつったら、ってなって、はぁ、ごめんなさい、全然わかんなかったですって言うんですよ。そしたら土屋くんが、いいんです、僕いつも気づかれないから全然いいんですっつって、で俺もそうなんですよ、俺もさっきね土屋くんだって気づいたばっかなんですよって言って、あの翌日がいよいよロケなんですけどね。で、この番組の内容が各ロケ地にまあ行きまして、謎かけのお題をいろんな人から振られるわけですよ。で、1個のお題でナイツと僕で謎かけ合戦を5分間やって、で、お題を出した人が5点満点でそれぞれを点数をつけて、合計の点数が高い方が優勝って言われて、過去3回は僕が優勝してるんですけど、で今回まあ4回目行きましてね。で、朝7時半に木更津駅の車両基地ですよ。ここでね、すっごい貴重な経験させてもらって、あのここにはね、転車台っていうね、昔機関車の入れ替えをするときに機関車ごとこう回転させる設備がありまして、もうほとんど日本にないんですって。で、実際に車両を入れてこれを回転させるっていうのを体験させてもらったんですよ。で、車両の前後に2本ずつバーがあって、この1本のバーに対して2人がかりでこう押すんですけど、だから8人で回転させるんですよ。で、車両の重さが17トンね。で、人力で回すのって結構きついんですね。もう本当に腕と足がパンパンになって、これめっちゃいいトレーニングなんだって俺ら言ってたぐらいで、で、その時の気温が4度ね、結構寒いじゃないですか。なのにすぐポッカポカになったんですよ。言ってみたら500円玉貯金と一緒ですね。気がついたらあったまったっつってね。で、まあそれやった後に今度内房線乗って貸し切り車両で、まあ車内でロケなんですけど、あの木更津名物のバーベキュー弁当っていうのがありましてね、バー弁って言うんですけど、で、これがあの前ね、県民賞で特集されてて、バー弁とチャー弁っていうのがあって、チャーシュー弁当ね。で、いつかこれどっちか、まあどっちでもいいんだけど、まあ食べたいって僕ずっと思ってたんですよ。で、今回このバー弁を食レポできるっていうのを事前に聞いて、めちゃくちゃテンション上がってたんですね。で、お、これがバー弁かっつって食べて、めちゃくちゃ美味しいし、うわ、これご飯が進みますね、まるで箱根駅伝のようですね、肉が花形ってこう言ったんですよ。で、ネズッチですってやったら、ディレクターが、はい、ここの取れ高 OK ですっつって、あのお弁当スタッフに戻してくださいって言うんですよ。えっつって、え、これ、え、全部食べちゃダメなんですかって言ったら、ごめんなさい、時間がちょっとタイトでして、次のカヌレの食レポにね移りますって言うんですよ。まさかのバーベン2口しか食えなかったんですよ。で、俺ね、これを食べるためにホテルの朝ごはん抜いて臨んでたから、マジかよと思って、ある意味で超ショックっていうね。で、電車がですね、浜金谷っていう駅に到着して下車して、お土産屋さんで謎かけ、対決を、まあ、しましてね。で、ここだけはちょっとイレギュラーなあれで、お土産屋さんにある商品、気になった商品で相手に謎かけをしてもらうっていうあれなんですよ。で、ナイツがあの、落花生を抱いたあの熊のぬいぐるみ持ってきましてね、ご当地ベアっていうらしいですけど、ご当地ベアで謎かけしてくださいってこう花君に言われて、で、じゃあ行くよっつって、ご当地ベアとかけて、スカイダイビングを背中を押して無理やりやらせると解く、その心は落花生大胆ですっていうのをやったんですよ。ね、で、結構いいですよ、2つだけで、あの判定するのがそのお土産屋さんの広報の女性だったんですけど、うわ、すごって、もう超いい感触ね、好感触だったんですよ。で、俺が穴子飯の素っていうのを持ってきて、じゃあこれナイツ謎かけしてって言ったら、土屋くんが穴子飯の素とかけて、川の上流人が増えるといいなと解く、その心は炊き込むといいでしょうっていうのやったんですよね。そしたらその広報の人が、あ、炊き込む、面白い、超面白いって爆笑し始めて、そんなに爆笑するわけじゃないですか。マジで涙目になって笑ってんすよ。で、判定したらナイツの勝ちになっちゃいましてね、あ、俺あんないい出来だったのに負けたんだなと思いながら、
でその後にフェリー乗り場に行ったんですよ。あの久里浜からフェリーが到着しましてね、そこにジグザグジギーの2人が乗ってるんですね。あのナイツの助っ人として参戦なんつって、でフェリーのもう極寒ですよ、極寒のフェリーね、あの池田くん、ジグザグジギーの池田くんが T シャツ1枚で手振ってるんですよ。であいつ T シャツだぞって俺らなってね、で見たらキングオブコントファイナリストって書いてある T シャツなんですよ。あれを見せたくて T シャツでいんのっつって、イカれてんなみたいな話してて、で降りてきて 4対1、 数ではもう圧倒的不利ですよ。でもここでは僕が勝ったんですね。でその後すぐ近くに恋人の聖地っていうところがあって、カップルが鐘を一緒に鳴らして柵みたいなところに南京錠をかけると別れないっていうことらしいんですよ。で MC のアナウンサーの女性が、それではここでね、ジグザグジギーさん、ナイツさん、それぞれのコンビ愛を深める、ね、ためにですね、鐘を鳴らして、南京錠をかけてくださいって言ったら、花君が、おい、よく根津さんの前でこんな演出ができんだって言い出したんですよ。だから俺が、花君、解散は悪いもんじゃないぞってこう言ったら、そしたらみんなが重みが違うみたいなね、話になって、そしたらジグザグジギーの、 あの宮沢君が、解散してよかったですかってこう担当職人に聞いてきたから、本当に良かったって言ったんですよ。で、そうしたら力強さが違うみたいなね、ここ多分カットになってると思いますよ。で最終対決は、ノコギリ山の頂上でやって、それで終わりっていうあれだったんですけど、あのノコギリ山の標高っていうのが330メートル、まあ東京タワーぐらい、そんな高くないんですよ。で、あのうちの社長が、根塚があの屋上まで行ったらさすがに喉乾くだろうから、水買っといたからね、俺持っとくから喉乾いたらいつでも言ってって、もう優しいじゃないですか。でありがとうございますなんて言ってて、であの石段で上がってくんですよ。頂上までずっと石段30分ぐらい歩くんですけど、30分石段歩くって、まあ、そこそこ辛いじゃないですか。で頂上まで行ったらやっぱ喉が渇いたんですね。で水飲もうと思ったら社長がいないんですよ。あれっつって、え、社長、うちの社長知りませんって言ったら、スタッフが、あ、関口さんの途中でリタイアしてロケバスに戻りましたっつって、っつって、え、何のために水買ったのと思って、頂上自販機ねえしと思ってね、これでまあしょうがないもん、水の、ま、飲めないまんま、最終対決やってロケバス戻ったら、社長がごめん、根津くんの水持ってたのに体力のなさを痛感したよって言ってましてね、社長2つの意味でね、自ら反省してたっつって。千葉テレでナイツ根津っち謎かけ真剣勝負っていう特番のロケをこの間やってきましてね、ありがたいことにもう4回目ですよこの特番も。で朝集合時間が早くて、木更津駅に7時半って言われたんですよ。でもう無理じゃないですか。でだから演者は全員前乗りしたんですよ。高速バスでバスター新宿から、木更津まで、まあうちの事務所の社長と一緒に行きましてね。で木更津着が19時25分ぐらい、で